皆さんいかがお過ごしですか。熊本市長の大西和則です。熊本市政ダイアリーテレビ版、今回お伝えする内容はこちらです。熊本市ではこれからの人口減少社会の到来を見据え、いろいろな施策を行っています。その一つとして就職支援フェアを行い、毎月イベントを開催しています。1月19日には2020年、2021年3月卒業予定者や就職・転職希望者を対象とした就職・転職カフェを実施します。首都圏などに本社があり、熊本市へ進出した企業や地元の企業25社が参加を予定しています。参加希望の方は直接会場へお越しください。また熊本の企業情報を発信し、熊本での就職を応援するための就職面談会を東京で開催します。面談会には熊本を代表するさまざまな業種およそ30の企業が参加予定です。1月26日日曜日と3月7日土曜日のいずれも午後1時から開催します。それぞれ会場が違いますのでご注意ください。参加対象の制限はなく、2020年3月に大学卒業予定の方や一般求職者の方などどなたでも参加可能です。また来年3月に大学卒業予定者の現在3年生の方も見学者として来場いただけます。入場は無料で予約も不要です。服装も自由ですので気軽に参加ください。また仕事の面談会だけでなく、移住に関する相談も広く行う予定です。関東にお住まいのお子様や熊本に住みたい、就職したいという知人がいらっしゃれば、ぜひこの面談会のことをお伝えください。また熊本市では公式移住情報サイトなども運営しています。こちらもぜひご覧ください。熊本市政だよりテレビ版、次回も午後6時55分からお送りします。ぜひご覧ください。